はい、芸人男塾ですけども、はい、これちょっと俺すっごいね迷ったっていうか、まあ、迷うどうしようかと思った場面があって、でこれどう思うかっていうのを俺ほんまに聞いてほしかったんか。はい。でこれほんまにあのどういう状況かをめっちゃ細かく言うな。はい、わかりました。NGK の夜公演が入ってて、はい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 、でなんかその前にちょっと社員さんとお茶するからっていうことで、まあ、うん、3時ぐらいかな、まあにまあ難波行くんだけど、もう、はい、せっかく難波行くからと思ってジム行った後にもうやっぱり難波でご飯食べようと、はい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 、で難波でご飯食べようと思ってなんか天ぷらの美味しそうな店もあってんけど、はい、まあ、せっかく難波行くんやったら何しようってその自分の住んでる駅ぐらいから考えて、楽しいっすね。そう、何しようかな、なんか一方亭もええけど、まあ言ったし、シューマイもいいけど、どうしようかなと思って、ほんで、難波の地下のとこに、はい、横綱ラーメンあって。横綱ラーメン、はい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 。で、横綱ラーメンって、もともと京都なんやんか。はいはいはい。で、京都でなんかネギが入れ放題で、俺の言ったら青春の味やん。もう学生の時に、みんな、はい、友達と食べに行ったりとかっていうので、もう 俺とソウル刻まれてんねん。僕らも茨城高槻なんで、よう国道沿いにあるんですよ、横綱ラーメンって。あるやろ、めっちゃ行きました。はい、僕らもめっちゃあれでなんか ソウルの味やんか、分かるの。ほんまにそうです、はい。横綱って他になくて、なんかもう、なんていうかもう、むっちゃ楽しみになるの分かる。朝5時までやってますしね、横綱ラーメン。で俺も横綱すごい食べようと思って行って、で、まあ、ネギでほんでしょ、で、カウンター座って、まあ、ここに置いてたけど、カウンター座ってどうしようかと思ったけど、まあ、これはチャーハンとかもあるけど、もうこれはシンプルにラーメンライスだと。なるほど、わかります、わかります。そう、わかります、めっちゃ。で、よっしゃーと思って、ほんで、こう、全部計算して、こう、ネギ入れて、あと、この、辛いやつは後半から投入してとか、なんかいろんな自分のプランがあって、はい、食べてて、ほな半分ぐらい食べたときに、はい、ここにいた人は、はい、あ、八木さんですね、写真撮っていいですか、撮ってくださいって言われたよ。ああ、なるほど。これめっちゃむずいやん。で俺、はい、これ難しいやんか。で俺はもっとさになんかもうこれ撮ったらなんか美味しく食べられへんやん、この食べてるから。うん、わかりますよ。そうですもん、うん。で、あ、すいません、これ飛ぶんですけど、食べ終わってからでいいですかって。はい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 、はい、食べ終わってからでいいですかって。いや、半分やけど、まあこの人待ってる状態やん。はいはいはい。で、言うてから気づいてんけど、うん、こっちもせかして食べなあかんし、ご飯もあるし、めっちゃ集中できないですね。集中できない、待ってはるから、うん、で、早く食べなあかんみたいになって、はい、まあこう食べ終わって、一瞬食べ終わる3分の1の時に帰ろうとしたら、いや、もうすぐ食べるんでって言って、うわ食べて、はい、終わってから写真撮ったんやんか。はい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 。これはだからそうかと、後で写真撮りますよって言ったらこうなんのかと。うん、だからそこはもう撮った方がよかったかなとか。でも居酒屋とかカフェとかやったらいいんだけど、はい、ラーメン食べてる間で一回止まんのってこうなんか難しいもんないだから。だからどれぐらいの尺かですよね。もう写真だけほんまにパッて撮ってすぐ帰ってくださるんやったら全然ね、まああれやけど、そっからこうちょっと喋る感じになったりとかしたらね、気が気じゃないですか、ラーメンがこう。そうやね。だからこれ結構そう、毎回蕎麦屋さんでもあってんけど、この麺本の食べてる間の時の写真ってすごい難しいよね。やっぱそうです、溜めて伸びる可能性がね、どうしても。うん、これどう思う普通に。でもやっぱあとはちょっと俺は嫌ですね。プレッシャーがやっぱエグいっすね。ああ、食べ終わってから撮りましょうかは。食べ終わってから撮りますはもうそっから僕味しないと思います。もう見られてるというか、その人に見られてるのもありますし、早食べなもあるし、うんうん、もうやりたかったアレンジとか多分できないっすもんね。まあそうやな、だからそうやね、もうそうなってまうやん。はい。そうやね。いや、から、まあ、俺をやったらもう、先、もう取りますね。
そうやな、俺そ、結果的に俺もそこはさっきやったなって、そこで思ってんけど、はい。なんかもう、声かけられて、俺もここでこう、楽しみにしてて、こう食べてる時やったから、止まれなかったですね、もう。止まらなかったな。入ってたんですね、こうね。もちろん楽屋とかやったら止まんねん。あのもうそもそもそういう打ち合わせが来るなとか、はい、設定、仕事中はもうそういうモードになってれば、はい、完全プライベートのカウンターでもう来るはずないと思っててくれてた、はい、でも横綱という思い出の味で、うん、そうやねん。だからな、でもでその人もなんか、あ、すいませんすいませんってなったから別に悪い人でも全然なくて、はいはいはい、で悪い人がないからこそ、まあ、取ってあげなあかんやろとも思うし、はい、まあこの仕事をやってる以上仕方ないなっていう。まあね、うん、僕もラーメンとか麺も好きなんですけど、その、うん、伸びなんか30秒でも空いたら伸びてしまうって僕あんま感じたことないんですけど、例えばね、俺それね半分やからいいけど、あと一口みたいなとこで止めて、あと一口食べるのって微妙じゃない？どう？俺あんま好きじゃないやん。まあまあね、例えば逆に一口二口ぐらい食ってて写真やったら全然いいと思うね。一口二口ぐらいで写真やったら、あ、撮りましょうって撮って、そこからまた立て直してこう食べるけど、5分の3ぐらい食うてる状態での写真できつくない？もうだからフィニッシュに向けて、もう絶頂に向けてこう行ってる階段をこう止められたら、そうそうそう、あ、もう取り戻せないです。もうこの高さには戻れないですもんな、二口では。そやろ確かに。あ、確かに僕は、まあ、そうですね。まあ他の食べ物やったらなんか分かる気がしました、その 僕にとったらっていう。分かるやろ、はいはいはい、確かに。ただパフェとか食べてて、最初の頃食べてる時に、いや写真どうですか、あ、いいですよ撮りましょうって言うけど、パフェで最後のもうコーンフレークとかがもうめちゃくちゃになった状態で、これはあと3口ぐらい食いたい時に写真ってやったら、ちょってなるやろ、やっぱ締めてたのにっていうね。そうやねんな、だから何、まあ分かる、そうですね。まあ、あと例えば弁当で考えたら、もう3分の5分の4ぐらいまで行って、もう唐揚げ食べて、もうあとは白ご飯しかないわってことあるやんか。流れでいかない、白ご飯壊れへんだけ。めっちゃ細かい話やな、おもろこれ。そこでパスンって切ったら、もうあと白ご飯と何もない状態になってまうみたいなとこあるから、うん、もう唐揚げ入れてもってるからね。うん、だから多分俺、あの基本的に居酒屋行かへんなったそれ、ね、あ、集中してこう食べれないからってことですか。そう、だから流れがあって、あの最後締めはこうなんかラーメンとか食べたいんで、そこで話しかけられたらなんかこう締まらへんみたいなのがあって、だから俺基本的にあの、まあ今日もホテルやけど、その基本的に外行かへんのでね。もうヤギさんってほんまそういう流れとかめっちゃ大事にしますもんね。大事するやろ俺。飯の流れとかそういう、そう流れ大事にしてるから、もうそれ、そうだから俺、あの、あかんねん。昔言ってましたね、だからその後輩とかみんなで行くと、その自分の流れの通りに行かんことがあるから、あんまり好きじゃないみたいな、みんなでこう行くのは。そう昨日はいいねんけど、別にランチ行くとかに全然いいけど、夜はちゃんと、夜はあんま行きたくないねん俺。それをなんか言うのも変な空気になるしね、合わせんのもあれやし、そうだからほんま、あのいほんまの話、流れが違うから行きたくないね、ほんまに。人との流れが合わないから、八木さんの流れがあるから。そうやね、俺もめちゃくちゃなんかもうあって、なんかそれにすっごいストレス感じるのが。それ家族のご飯は思わないですよ。家族で食べる時の流れみたいないですか。あ、だから家族では食べへん。あ、基本もバラバラなんですね、奥さんとか。そうそう、バラバラ。そうなんや。え、あの、あ、ね、ビュッフェとかバイキングとかの流れはどんな感じなんですか。あ、だからバイキング行かへん。あ、え、でもバイキング流れ作れるじゃないですか、自分で。自分で作れるじゃないですか。
あ、だから自分でバイキング行ってやけど、バイキングってお酒飲むとこじゃないやあんまり。はい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 、はい、だからバイキングはこの前去年、あ、今年行った時は家族3人でバイキング行って俺抜きでね、はい、僕はホテルで待ってて、はい、家族帰ってきてから自分で夜一人で飲んで食べて寝るっていうめっちゃこだわり強いやん。そうやね、だからあの家族とも合わへんね、そういう意味ではあ、まあ、じゃあそこはもう了承してるんですね、ご家族の方は。そうだから、それほんまあのーうん、だからあんで、やっぱランチはいいけど夜はあるんですね、これね。飲み方ね、多分ね、あのタレント先輩となんかこう付き合いやったら多分出てくると思うんだけど、その先輩で、はい、結構先にご飯バッと食べてからバー行くタイプの先輩と、ああはい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 、居酒屋でちょいちょいつまみながら最後締めでラーメン行かへんかって、この、ね、2パターン大きくあると思う。ご飯パンって食べてからゆっくり飲む人と、そう確かにね、ありますね、パターン。うわ、分かる、これ大きく2つなんで。はい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 、で僕はその先輩で行くときはもちろんあのそれ分かってて全部合わせんだけど、その、はい、自分の流派で言うとちょこちょこ食べて最後にラーメンとか締めに行きたいタイプ。なるほど、いろんなおつまみこう食べながら飲んで最後に飯食べるみたいな。そう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 、そうやね。だからそれその流派があるからなんかすごいね、難しいの、ね、僕あのケッツさんによく連れてってもらうんですけどあ、日本のじゃ、うん、そのパターンでは珍しくて、そのさっき焼肉行った後、その後、うん、あのもう一回寿司行くっていうあ、そういう流派もありますね。すごい食べ、はい、ケツさんすごいね。ケツ君は焼肉行ってから焼肉で食べんやん、肉を。そうですね、焼肉の後寿司を食べるって、もうしかも飲みまくるし、どっちの店でも寿司も食べて飲むの。寿司も食べますし、お酒もめっちゃ飲むっていう。海賊みたいな。はい、流派。あ、そういう流派。あ、だ俺は、だから寿司も苦手みたいなの、実は。なんでかって、寿司って米と火ついてるやんか。はい。だから酒そ飲むときに、なんかタイミング悪いの、俺で返したら。タイミング悪い。確かに。分かる、だから、酒と刺身食べてて、最後に米やったんやけど。はい。寿司ってひっついてるやん、米と。米と、はい。刺身。だから俺それすっごい苦手やん。合わない、口の中で酒が。うん。うん、でもその、お寿司屋さんとか日本酒とかなんかそういうのよく置いてるじゃないですか。うん、お米のお酒やからなんかこうあったりとかないんですか、そんなのは。いや、合うんだけど、要は炭水化物があるやんか、そこに。はいはいはい、はい。米が。それが合わへんね。お酒とはちょっと嫌なんですね、ヤビさんは。これ、あの、この流れね、なんかこう、すごい、さっきの、その、ラーメンの話で、なんでこれ引きずってるかっていうとね、はい、僕、起きてからの流れが全部決まってるんですよ。ルーティーンがあるんすね、な今日一日の。だから、例えば、あの、結局、その、ショールームでも、もう4年間連続配信してたりとか、はい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 。あのインスタでももう4年以上やってるやんか、あるいは連続の絵描いたりとかで、勉強ももう2年以上毎日やってるし、だからそのトレーニングももう30年やってるし、この自分の流れがあって、それがすごい決まってんねんか、なんかこの朝起きてからもう これをやってからじゃないとこれ食べたらあかんとか、すっごい邪魔くさいんだけど、もう頭の中であるんですね、そういうのが。あんねん、まあ、だからその子供崩れたらもうそれがすっごいストレスなの、ストレスなのかな。だからほんま結婚してはんの奇跡ですよ、多分多分ね、ほんまに。あの昔ドラマでやってた結婚できない男、阿部寛さんがやってた、なんか、うん、あ感じに近い、ルールがもういっぱいある人なんですね、ほんまに。そうだから、ほんまにあの結婚できてるのほんまに奇跡やな。ほんま奥さん合わせてください。結婚できたな俺ほんま。刑務所とか、刑務所とか、ヤギさん、刑務所にヤギさん入ってどんなになるんですかね、その耐えれるんですか、ね、いや、もう耐えられへん、耐えられへん。だから悪いことしゃんとこ。しゃんとこ。それは。そうですよね。まあ、わかります。この決めてたスケジュールがうまくいかんストレスってありますよね、確かに。そうそうそう。まあでもほんまにね、でも、まあ改めて声かけてもらえるのはすごいありがたいんやけど。確かに。
僕的にちょっと楽しみにしてたからね。はい、ちょっとタイミングが。はい。流れを見ながら声かけたらいい。そうです。流れを感じていただけるとありがたいという。そうですね。はい、ということで。ありがとうございました。ありがとうございます。